前回のこのコーナーではシート高の変更と二次減速比の調整でタイムがどれだけ変わっていくかを考えてみた。第3回の今回はハンドルの高さが走りにどれだけ影響するのか、そしてタイヤをラジアルタイプのものに変更してより高次元の走りに対応できるようにしていきたいと思う。Dトラッカー X はノーマルの状態からシートを5センチほど低くしたため、ハンドル位置がライダーから見ると高くなっている。ノーマルのハンドルとシートを低くしたのと同じ分だけ低くしたハンドルとの違いを見てみよう。まずライディングフォームだが、ハンドルが高いと肘の角度に余裕があり、ハンドルを引く力が強く入れられる。逆にハンドルが低いと肘が伸び気味になり、ハンドルを押す力が入れやすい姿勢になっている。微妙な違いではあるが、理想のターンを追求する中では重要な要素だ。ハンドルの高低以外にも前後やハンドルの幅なども重要だ。それではハンドルの違いがどれだけタイムに影響するか見てみよう。今回は切り返しを1つ増やすために3本のパイロンを回るセクションでタイムアタックを行う。まずは低いハンドルで走ってみた。3回のタイムの平均は36秒92。高いハンドルでの平均は37秒20。コンマ3秒ほどのわずかな差でしかないが、1分30秒のコースでは1秒のタイム差になってしまうことを考えると違いは大きいのではないだろうか。では走りの違いを比べてみよう。270度のターンでは明らかに肘の上がり方が違う。真ん中のパイロンを避ける切り返しの速さも違っている。マシンの挙動を見てみると、ハンドルが低い方がフロントフォークが沈んで、そのため回転半径がタイヤ1本分小さくなっている。またハンドルが高い方は全体的に動きが緩慢になってしまっている。ハンドルの高さや取り付け位置、幅などはライダーの体格やライディングスタイルによって大きく変わるため決して正解はないが、今回の結果では低めの方がジムカーナでタイムを出していくには向いていると思われる。次にジムカーナという競技の中でライダーの次に重要な役割を持っていると言っても過言ではないタイヤについて試してみよう。これまではバイアスモデルのダンロップ TT900GP を使ってきたが、マシンが仕上がってきたこともあり、ここでラジアルモデルのダンロップ α10 に履き替えてみよう。タイムの違いを見るために同じタイムアタックコースをまずはバイアスタイヤで走ってみた。タイムアタック3本の平均は1分39秒32。次にラジアルモデルのダンロップ α10 でのタイムアタック。明らかにバンク角が増え、ターンでの切れ込みも深くクイックになっている。
今までのセッティングで荷重をフロントタイヤにかけやすくなっただけに、ラジアルタイヤの性能を十分に発揮できるようになってきたのだろう。3本の平均は1分37秒38。タイヤだけで2秒のタイムアップを果たした。ハンドル周りの細かな調整も立派なセッティングだと言える。レバーの角度、長さ、そして指のかかり方。軽く見てしまいがちだが、スポーツライディングにとっては重要な要素だ。まず上下の角度。ジムカーナのようにブレーキングとフルスロットルを繰り返す競技だと、タイムアタック中はほとんどブレーキレバーに指をかけている。レバーが高すぎると、ブレーキング時にスロットルが戻りきらなかったり、握る手にも力が入らなかったりする。逆に低すぎると、ブレーキを握るためにスロットルの握り込みが不十分になり、スロットルを開けきれなくなったり、ブレーキング時に上体の力をうまく抑えられなくなり、腕の負担が増えてしまう。クラッチ操作が多いモタードマシンでは、特にクラッチの角度も重要だ。ハンクラッチの操作は握り切った状態ではないので、指をある程度伸ばした状態で操作に無理がかからない角度に調整しておきたい。ジムカーナにおけるマシン作りは、ライダーも含めた全体的なバランスが大事であり、闇雲に一つのことだけをいじっていても結果が出ない。タイヤの性能を引き出すためのハンドル、サスペンション、ライディングがあり、またサスペンションやライディングの力を引き出すためにタイヤがあるのだ。